皆さんこんにちは、本のすすめ横松新平です。今日おすすめするのはアガサ・クリスティ著、黒原俊之役、ナイル・ニシス新訳版、早川文庫です。これは名訳による名作を読みたいあなたのための本です。今年アガサ・クリスティは生誕130周年、それからデビュー100周年の記念の年、2020年です。おめでとうございます。クリスティさん、クリスティさんの作品はイギリスを舞台としたものが多いんですけども、いくつか中近東ものと言われる中近東を舞台とした作品があります。その中の屈指の名作と言われるのがこのエジプトを舞台としたナイル・ニシスです。特徴はこのたくさん人が出てくるっていうことなんですね。この人物紹介、翻訳もの読んでるといろんな外国のカタカナの名前が出てきてわけわかんなくなることありませんか？とこうまた前に戻ったり人物表を何回も見たりして結構煩わしくてだんだん疲れてきてしまうと、それをまあ我慢して読み進めるっていうことがありますね。だけどこの本はね違うんです。さっきみたいにいっぱい人が出てきます。確かに、そしていろんな思惑が絡み合って物語が展開してきます。それなのに私は読み終わってみて気づいたんですけど、ほとんどこの人物表を見てなかった。つまり分かりやすいんです。これにはもちろん原作の力もありますし翻訳の力もあります。来年2021年には映画が公開されることになっています。ケネス・ブラナー監督主演、このナイル・ニシスを原作とした映画です。数年前に同じケネス・ブラナーによってクリスティのオリエント急行殺人事件が映画化されています。オリエント急行殺人事件とナイル・ニシスは共に名作です。全然別の作品です。まあ共通しているのはね、エルキュール・ポワロという名探偵が出てくることですけども、なぜかオリエント急行殺人事件の映画の続編がこのナイル・ニシスの映画だということになってんです。なんでだと思います。どうやってその2つの映画をつないでるのか分かりません。ここが気になるところですね。それからこの黒原俊之っていう名前に何か聞き覚えがありました。調べてみました。そしたら前にね、読んだことあったんです、黒原さんの役の本は。コーマック・マッカーシーというアメリカの大作家がいます。純文学の作家でノーベル文学賞候補になっている方です。その人のザ・ロードという私大好きな作品がありまして、それを訳した人だったんです。でその後もね、何冊かマッカーシー読んでたらやっぱりこの人だったんですね、翻訳は。しかも数年前にはこれまた私の、生涯ベスト10に入る名作、ウィリアム・フォークナーの8月の光の新訳も出している方でした。そういう、硬派な名作を訳している方によるアガサ・クリスティの名作、これがナイル・ニシスです。なるほど、たくさんの人物がね出てきても見事に読みやすくかつ読み応えのある名翻訳となっているわけです。今日お勧めしたアガサ・クリスティ著、黒原俊之役、ナイル・ニシス新訳版は名訳による名作を楽しみたいあなたのための本です。それでは皆さん、ごきげんよう。本のすすめ、横松新平でした。